うん、今日中国は発展途上国ですか違いますよね2.4兆円の付加金が国民負担になってるんですね、えー、今世界が取り組んでいるのは気候変動枠組み条約というものに基づいて CO2 の排出を削減していこうということで1997年に京都で会議が開かれました、はい、地球温暖化防止京都会議 でそこで調印されたものが京都議定書というもので、はい、これは2005年に発行しています。しかしねこの京都議定書では端的に言います先進国だけに二酸化炭素の排出削減義務を課して工業化を求める開発途上国の義務は免除されているんですね。<ー>もちろんこれはは一つの考え方としては 発展途上国と先進国間の公平を保つということで、うんうん、これから発展していくんだから工業生産も増せば CO2 の排出量も増やさなきゃならないでしょう、はい、だから途上国には認めますよ先進国はその分も抑えてねこれは公平でしょ、うん、いかにも最もに見える、はい、しかしこれが問題なのはこの時ね この京都議定書の策定プロセス経過で中華人民共和国が開発途上国に分類され2030年まで削減義務が負わないと<あ>いうことになっている点ですトランプはこれを本当に問題にしたわけですね、はい、これは中国のみを強くすることになりやしないかなるだろうで、これ2015年に まあこれパリ協定として締結されたこの協定でも中国は同じく30年まで削減義務はないとういうことになっているわけですよ。で中国もね確かに、えー、年ににをゼロにすると宣言しました、まあこの義務がないとされた時からさらに30年後だけれども。はい。 もう抗うことができないような問題設定をされてそれに世界が取り組まなきゃならないとなった時にじゃあその義務負担そのバランスが本当にどういうふうに現実にはされているかということを見なければならない今日中国は発展途上国ですか違いますよねで,ねでここでねトランプと違ってバイデンはまあ一応彼は 中国をこの枠組みにやっぱコミットさせてコントロールしていくというようなことを言っているけれども本当にそれができるのかあるいはやる気があるのかバイデンさんはね、うん、でここをしっかり日本としては見ていかなくてはいけなくて今菅政権はですね、はいえー、それこそその抗うことなき抗うことのできないこの問題に関して、えー、その戦闘を切るような えー、昨年の12月25日から経済と環境を両立させて2050年に CO2 排出の実質ゼロを目指すといやはや。でねこの CO2 ゼロを目指すことによってつまり新たな産業が起きて、えー、これ経済成長にもつながるというようなことを言ってるんだけれども。はい そうははななならいいと私は思まますなりませんか、はい、つまりね国内に関して言えば、うん、それによって成長する産業分野は出てくると思いますよ、はい、でも逆に衰退するそ,うです、ね、そちらも出てくるわけだから、うん、だから一方的に日本国全体が成長していくってことにはなりようがない。でその,あの一つの表れはね、はい、今私たちはあの電気料金の中に東日本大震災以後 再生可能エネルギーというものに関して、うん、あるいはあの自然の力を利用したそうした電力を使いましょうその事業を発展させましょうということでそのためのお金が電気ににも自動的に上乗せされれてていまます<あ>こ<れ>すこを見るととちゃんと書いてあります、はあ、でそれをね、えええー、国民全体で年間どのぐらい負担してると思いますか つまり太陽光発電の強引な普及などを進めた結果として年間どのくらいなんだろうえっとねですねそんなにでいかそのグリーングリーン,グリーン成長、はい、グリーン成長戦略なるものは、うんえー、今度その年間100兆円規模でこういうことをやっていこうっていうんでしょその置き換えをね そうするとつまりここでもねさっき言ったその議論、ま、ず議論論まずですよつまりもうこれは全く正しいんだじゃなくってちょっと違うんじゃないですかという異論をやっぱり差し挟むことができる場それは政治の場においても、はい、メディアの場においてもなければ。 与党内からもなかったってことですか。これだけ予算がつくっていうこと。あのね、えー、これ前回、あの、アイヌの。<あ>その、はい、問題でも触れましたけど。ええ、今ね、あの、一番予算が取れるのが、環境と人権のにかかる事業なんですよ。うん、環境、人権です、ね。だから、その冠がつけば。っていう、これはもう政治家の弱みですよね。で、しかも、これ実はメディアもそうなの。うん、メディアの、あの、例えば。 広告や何かも、今。S. D. G.、はい、s すごい広告いっぱいあるじゃない。はい、展開されてるでしょう。あれも。あの世界で、こういう目標を。立てて、みんなで目指しましょう。っていう。で。目標そのものはね。一個一個は。その通りだって頷くことなんで。はい。しかし、ここが、やっぱ。非常に注意深く。その。見ていかねばならないのは。 言葉や観念で素晴らしいっていうことが現実の社会世の中にどのような影響を及ぼすかっていうその脈絡をもう少し慎重に見ましょうよっていうことがないとやっぱりね恐ろしいことになっていきかねないんですよ。先生この国際的な枠組みっていうのは、まあ、ちょっと前だったら国連とかが、うんまあ、人権問題とかあの取り組んでまあ 余計なことっていうような内容もいっぱいあるんですけども、うん、やっていた推進してたイメージがあるんですけど今こういうまあ温暖化の問題であったりとか急にまあ日本の場合はデジタル化もそうなんですけども、うん、そういうものを推進してる人たちのなんてグループみたいのがあるんですかこれあの、ね、グループっていうよりも、えー、あのこれ端的に言えば、うん、やっぱグローバリズムってそういうことなんだ。へ<ー>あの 今言ったね<あ>各国が取り組まればならならいっていう問題がありますはいじゃあそのために必要な例えばあまあ電力で言えば発電にかかる資材あるいは技術、うん、といったものをどこが握ってるかによって、はい、一気にその需要が増せばそこは富を得るわけでしょはいさっき言ったんだって。 今再生可能エネルギーに取り組んでる会社ってのは自名に電気料金にお金が上乗せされてるわけだから入ってくるわけですよ。うんはい、でそういうことを考えたら例えば現実には何があるかといえば例えば太陽光発電風力発電電気自動車はこれねいずれもねもう世界最大級の産業を有しているのは中国ですよ。そそうなんだだからそのどとこに だから自由諸国がね我々が日本も含めてじゃあこの環境問題は大事だからそれに大いに取り組もうってなったら投資 <laughs> しなければいけません、はい、や製品買わなきゃいけませんってなったらそのお金は中国に行くっていう構造ですよ。なるほどで我々のね、うん、そのアメリカや日本も含めたそのサプライチェーンはますます中国依存が高まるっていう構造になるわけですよ。環境問題一一つとってもその一方で 日本は、ね、原発止めてるでしょ、はい、例えばね中国は止めませんよ、うん、むしろ建設増やすんだからそうなんですかはいだから我々日本のみならず各国の例えば電力供給網に中国製品がこれ多く接続されるってことにもなりかねないわけで、はい、5G を規制したかだってね 5G は例えば ね、あの情報管理が必要だとだから制限するだけど CO2 の削減はもう世界中が取り組まねばならない問題だからじゃあ中国製品でもいいやってことにもなりかねないわけでしょ、はい、その少なくともその問題は全くその正しくて本当にあの取り組まねばならないということになるでここでねじゃあ日本は独自にそこ開発しますっていう方向で行くんだったらまだまだ。 救いがあるけれどもしかし日本が残念ながら本当に残念ながらなぜそういう目配りをして日本の国家運をしてくれなかったのかってこれは前安倍政権に関しても言えることだけれど端的に今現れている問題一つ指摘するとワクチン,クチンなぜ日本製がないなぜ日本の製薬会社が作るワクチンで日本人の健康を守るというふうになっていかないのか。 ファイザーやアストロゼネカになななぜ頼らればならばないのかつまりグローバリズムで世界がシームレスになれば困った時にいくらでも融通してくれるだろう手に入るだろうというね人物金技術そうしたものは移動の自由を認めるんだそういう社会を作るんだってやってきましたがしかしこういう事態になればどうなんだ結局 そこに住む国国民を守るのは国家なんだというねやっぱりここに立ち返って、はい、でそうなればその国の固有性固有に持っている歴史的な伝統的な価値観や常識といったものでその国を運営して何が問題あるのかという視点をあるいはその価値を本当に私たちはもっと取り戻さなきゃいけない。それを日本はね,本ね世界に合わせなければいけない世界から異質と言われたら。 すぐ何か、うん、あれ遅れてると言われたら、うん、常にそういう反応で今回の森さんも世界にこんな風に言われているからみっともない恥だ大変だってなったでしょ、はい、だけど男女の役割だってこれはやっぱりね歴史的に各国とか各民族によってそれぞれ長い歴史を見ればみんな違ったりするわけでしょ、うん、それを一つの公式に当てはめて 人間はこうあるべきだみたいなことにくくってしまうことの恐ろしさで,でくぐってしまえばく,くったもののが最大の利益を手にしちゃうんですよでグローバリズムというものの構造はそこにあるというふうに私は見ているので,でこれはしかもそのグローバリズムと親和性があるのは理念的にポリティカルコレクトネスでありそしてその実はアメリカや中国といった国が そうしたものと親和性が極めて高い。なるほど。アメリカはね、マニフェストディスニーだから健康の理念が、うん、つまりアメリカ的な価値観を世界に広めるっていうのはもう国勢なんですよ。<laughs> なるほど。で中国はまさに中国人の夢。はい、思ですもんね。世界の中心の花っていうね。であるなら、じゃあ我々日本人は日本人の幸福を追求するっていう考えで。 まあもちろんね全部なんか今国境を閉ざして、はい、人も物も移動させないっていうような世の中にしろっていう話ではないんですつまり人間の生きて暮らしていく上での価値の問題としてそういうものをもう少し日本人は思い出そう取り戻そう、うん、これが今本当に問われている時に来てるんじゃないかということなんですよね。 コメント待ち取ります。よろしくお願いいたします。